国民投票は、抗議には、国政上の重要問題について、それを直接的に決定したり、議会の決定に資するよう実施される、投票制度。協議には選挙以外で国民が決定を行う、レファレンダムのみを言う。レファレンダムは、国民評決とも呼ばれる。日本では通常、日本以外の制度を含め、国政の場合は、国民投票、地方自治の場合は、 住民投票と訳し分けている国民主権の思想では国民が政治権力の源であり最終決定者である。古代ギリシアなどでは民会による直接民主主義が行われた。しかしすべての問題を国民が直接的に発案、議論、決定することには限界があるため国民が代表者を選出し国民の信託を受けた議員が議会にて発案、議論、 決定する制度が普及した。国民投票は抗議には、正常の重要問題について実施される投票制度で、国民評決のほか、国民発案や国民会食を含み、さらに国民拒否や国民意思表示といった制度を含むこともある。国民投票は協議には選挙以外で国民が決定を行う国民評決のみを言う。議会制度を採用した国でも、 政治の重要事項については直接民主主義の民主権の原理が併用されるようになった。民主権の原理を構成するのは、イニシアティブ、リコール、レファレンダムであり、国民投票はそのうちの一つである。間接民主制と併用される、直接民主制は間接民主制を補う参政権として採用されたものである。国民投票は対象により、 憲法の制定や改正に関する憲法、国民投票、法律の制定開廃に関する法律国民投票、条約の承認に関する条約国民投票があり、これらは立法的国民投票という、立法的国民投票のほか、財政的事項に関する財政的国民投票、立法及び財政以外に関する特殊的国民投票、国家機関たる個人に対する、 対人的国民,国民投票は、開始手続きにより、それが憲法または法律によって規定されている、制度的国民投票と、任意的に問題に応じて臨機に行うことができる、純粋任意的国民投票がある。国民投票は、法的拘束力により、確定的国民投票、拒否的国民投票、発案的国民投票、 参考的国民投票に分類される。確定的国民投票は、最下型、決定型ともいい、国民投票で国民からの参意が得られることを要件に、国会意としての効力を発生させるものを言う。一方、参考的国民投票は、諮問型、助言型ともいい、法的拘束力はなく、国会意の形成にあたって、参考のために行われるものを言う。 住民投票では、高速的住民投票と指紋的住民投票に分類されることもある拒否的国民投票は、すでに確定している国会史に対して国民投票により国民が反対の意思を表示した場合に効力を失うものを言う。規定のある国会史について国民投票で存続させるべきではないとの意思表示がなされた場合に執行させる制度は、 国民拒否と呼ばれている。発案的国民投票は国民に発案権を認めて実施されるものを言う。国会意思の形成の発案権を国民に認める制度は国民発案と呼ばれている。ノーベル賞経済学者アマルティアセンは、異性者は政策に大幅な変更をする前に有権者の意思表示を求める必要があると論じる。例えば民主主義国家において、 政府が緊縮財政政策を国民に強いる前には、その政策を施行する前に、国民投票などでもって国民が、その緊縮政策を容認するかどうかを確かめる必要があるのだ。民主的な社会に住みたいと考える人々は、公衆の倫理的、政治的ルールの運用を回避すべきではないということで、ある。一方でレファレンダムは、一定期間後の再投票などが想定されていない。 場合には一回の投票で評決が決定するため、結果によっては敗北側の不満が残る。なお、スイスでは、レファレンダムの結果に対し、一定の前提条件を満たせば、後にイニシアティブにより、再度レファレンダムを行うことが可能である。日本国憲法では、憲法改正の際の国民投票のみが規定されており、日本国憲法の改正手続きに関する法律が存在する。 また、地方自治制度では、自治体の住民を対象として、一定の住民投票の制度が設けられている。フランスでは、異性者により、自身の統治を正当化することを目的とした、国民投票が多用され、投票行為が、人気投票、信任投票と化した、国民投票を、プレビシットと呼び、危険視している。通常の国民投票とプレビシットは、 差別化して考えるべきであるという議論がある。オーストリア併合に伴って行われた民族投票の投票用紙。あなたは1938年3月13日に制定されたオーストリアとドイツ国の再統一に賛成し、我々の指導者、アドルフ・ヒトラーの党へ賛成票を投じますかという説問と共に、の選択肢が中央に大きく印刷されており、 はじめから賛成を前提として行われていることがわかる。ドイツでは第一次世界大戦後に成立したバイマル共和制のバイマル憲法下で直接民主制の要素が部分的に採用され国民の請願や国会の議決で発議できる国民投票が制度化されていたがドイツ帝国構成諸国旧君主の財産接収やヤング案受け入れ問題などで野党が 国民投票を利用した。アドルフ・ヒトラーが首相に就任後の1933年7月14日には民族投票法が制定され民族投票制度が導入されたが、これは従来の国民投票と異なり政府にしか発議権がなかった。ヒトラーの国家元首就任や国際連盟脱退ラインランクと親中、オーストリア併合の際に行われ、いずれも 圧倒的な賛成票を得たが、すべて人後に行われたものであり、実質的に信任投票でしかなく、ナチスドイツが政策の正当性を補強するのに利用した。第二次世界大戦後の西ドイツ及び再統一後の事実上の憲法である、盆基本法にも国民投票の規定はあるが、国土の変更や憲法の改正のみを対象としており、また憲法改正の内容も、 民主主義体制を覆すようなものは禁止されている。2014年6月、イギリスとの分離独立について、2014年にスコットランドの独立を問う国民投票が行われたが、独立への反対票が有効票数の55.30%となり、分離独立は否決された。2016年6月、欧州連合に残留するか、離脱するかについて、 国民投票が行われ EU 離脱派が51.89%と過半数を取る形となり離脱が可決された。議会の提案で憲法を改正する場合には投票者の過半数が賛成していることと賛成票数が過半数を超える州が12.5州以上であることを同時に満たさねばならない。他にも他国との条約の締結や 国際機構への加盟を批准する場合に、この方法が用いられている。国民の提案で憲法を改正する場合には、国民10万人の署名を集めることで、憲法改正を議会に要求することができる。その後、国民による再審議を経て、レファレンダムを行い、国民投票によって、改正の可否を問うことができる。また、 連邦議会によって議決された憲法以外の法案については国民5万人の署名を集めることで国民はレファレンダムを行うことができる。レファレンダムではすべての国民に対し再審議を求めることができ、これを経て国民投票を行う。投票終了後の開票結果がその法案に対する議決となる。スイスのレファレンダムと国民投票を主導するのは 議会ででははななく国民であるるこののような賛成権の形態はイニシアティブと呼ばれている日本をはじめ他の国の間接民主制でいう国民投票と大きく異なる点は議会が国民投票を主導しないことと国民投票で議決された事項を再び国民投票に諮るためのイニシアティブの制度が定着していることである。憲法を改正する場合に国民投票を行う。 直近では2018年5月に行われているが、多選を批判されていたピエールンクルンジザ大統領が反対勢力を封じ込めるため、投票の危険を呼びかけたものに、最大3年の禁錮刑を課すという制限が加えられたものであった。ありがとうございます。